霊夢さん最近積極的に水分を取るようにしております。小生さん水分をしっかり補給するってかなり健康にいいみたい。そうですね、それでは今回の機体なのですが。今回の機体は、耐久性と継戦能力を機体武装の両面で第一に考えて設計され、さらに重量増加分を補ってあまりある推進機関を持つ MS なのです。それはまたすごい設計。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、この機体の末路はまるであのジムカスタムと同じようだったと思うのです。その機体の名前は？ジェスタでございます。ジェスタみたいに量産機とガンダムの間に位置するような機体ってなんか魅力的なんだよね。ジェスタはニューガンダムの 90% の性能だそうです。ジェガンをより発展させた機体。とにかくフォルムがかっこいいんですよね。ガンダムの機体に乗れるならかなり上位に来るくらい乗りたい機体だね。性能がとてもいいですからね。もともとユニコーンの援護をするために作られてますから。ジェスタってかなりピーキーな機体性能？ですね。ですからエースパイロットクラスでないとなかなかうまく扱えないんですよね。ジェスタってジェガン系がベースだよね。そうですね、ただ全力での稼働時間が限られているユニコーンガンダムの随伴機という限定された用途に開発された MS なんですね。だから量産されなかったんだ。そうなのです、この性質上ですね、生産性は2の次、あくまで高性能を重視した機体ですから。ですので、ラプラス戦争でユニコーンガンダムが失われて以降生産されていないのは当然のことなのですね。ユニコーンガンダムがなくなったら、ジェスタが開発された目的も失われたってことだから。仮に改めて量産計画が持ち上がったとしても、上記の通りの高性能機イコールコストが高い機体でもあるので、これ以降は軍縮に向かっていく連邦軍内において MS の小型化の機運が高まり歴史の闇に埋もれていったのでしょうね。こんなにかっこよくて性能がいいのに残念。あとは0083の方式でラプラスの箱に絡む出来事を封じ込めようとした連邦軍が、それに関連する技術を用いて作られたジェスタのデータも封印したのではないかと想像することもできます。先ほども申し上げました通り、ジェスタはユニコーンの支援機、このコンセプトをもとに設計されました。なんでユニコーンは支援が必要なの？必要な理由、それはユニコーン独自の設計によるものだからですね。設計？もともとユニコーンガンダムは敵のニュータイプを殲滅するためだけに特化された機体なのですね。そして独自のシステム NTD と例のビームマグナムによって非常に高い戦闘力を発揮できる機体でしたが、ただこの高い戦闘力もあくまで敵との戦いが1対1のみを想定して作られていたのです。しかもですね、 NTD に関してはたったの5分しか持たない。このようなことから戦えるシチュエーションそのものが限定された機体なのです。でも、そのような状況ばかりあるわけではないですよね。敵との1対1ばかりの戦闘ばかりじゃないしね。そうなんです。さらに、ビームマグナムもカートリッジ1つについて5発しか撃てない。継続して長時間戦えない。そこに弱点があるので、狙っている機体の周りに護衛機がいたりすると、まともに戦えない、このような状況になってしまいます。なるほど。1対1には強い、しかし多数を相手には戦えない、これがユニコーンガンダムなのです。だからジェスタ。そうなのです。多数の敵を相手するときに狙っている機体以外のいわゆる雑魚をジェスタが相当していく、このような役目なのです。ジェスタのベースはジェガンだよね。開発の際にはジェガンの基礎技術がベースとされたが、これはどんな戦況でも完璧にユニコーンを支援できることが要求されたためですね。
それを可能にするだけの拡張性の高さを持った標準的な機体は他になく、実際ジェスタは求められた役割を果たせるのです。ジェガンといえば軽量化による細い体型が特徴ですが、こちらは足や肩に厚めの装甲を施したことでかなり大柄な体型をしています。そのせいで重量も増えているのですが、それをものともしない高い機動性を持っているのですね。特に新造されたバックパックはスラスターが2機しかないのですが、実はユニコーンに追いつけるだけの凄まじい推力があるのです。ちなみに頭部のヘッドギア型マルチセンサーとバイザー内のカメラユニットにも最新技術を投入させたことで、そのあたりの量産機とは比べ物にならないだけの性能があり、一度に複数の敵を察知捕捉できます。マニピュレーターも技術の進歩で耐久力や駆動部分の繊細さに秀でて、素手での殴り合いになっても全く問題なく動かせる頑強さを併せ持っているのですね。武装も専用のものが用意されていて、その基本性能はジェガン系の上位機種にふさわしい高さとなっております。スペックではニューガンダムの9割分に匹敵するらしいです。確かエピソード5でベースジャバーに乗ってたジェスタってユニコーンに蹴られてそのまま落ちていったんだけれど、乗ってた人はどうなったのかな。確かバーニアを噴射させながら落ちていって、下が海でしたからそのまま落ちてしまったということですね。そっか、それにしてもジェスタのデザインって本当いいよね。ですね、もっとバリエーションも増えてほしいなと思います。高コスト高性能だからあまり作られずに。ですね、エース部隊にだけ少数配備でしたから。ジェスタとかグスタフカールが作られたのに、結局ジェガンが原型をとどめて使われ続けたのがよくわからなくなる時があるよ。なんでなんでしょうね。ジェスタって強いジェガンって感じ。確か小説版の方が活躍も多くしていた印象です。アニメだとかなり削られたと言いますか。ジェスタ好きには残念なお知らせだね。はい、今回はジェスタについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。